第二次、タレントム工場戦は、第二次ポエに戦争中の紀元前209年に発生した戦いで、ローマがタレントムをカルタゴから脱回した。タレントムは、ローマを裏切り、紀元前213年、紀元前212年の戦いで、カルタゴ軍を招き入れ、ローマの守備兵、一般人が共に殺されていた。多くの歴史家が記述するように、 この時のハンニバルの行動は、タレントム市民に対する直接的な軍事行動ではなく、ローマに反感を持つギリシャ系市民との協調行動であった。しかし、今回は一部傭兵がローマに寝返った。クイントスファビウス・マクシムスが採用した時給戦略のため、ハンニバルはローマ軍及びその同盟国軍に対して、軍事的に明確な勝利を得ることが難しくなっており、 占領地域を支配するために小規模な戦闘を続けていた。また、他方面でのローマ軍の軍事行動に対応せざるを得ず、紀元前212年のシュラクサ祭包囲戦、紀元前211年のカプア包囲戦では十分な兵力を運用できず、カルタゴは敗北していた。同じ頃、イベリア半島では、ハスドルバルがグナエウスコルネリウススキピオカルウスと、 プブリウス・コルネリウス・スキッピオを戦死させていたが、プブリウスの息子が若干25歳で特例として、インペリウムを与えられていた。紀元前212年にハンニバルはタレントムを占領していたが、高校にあるローマ軍の要塞は落とすことができず、ローマ軍は回路補給を受けることができた。このため、タレントムはカルタゴ本国からの補給拠点として、 十分活用することはできなかった。紀元前211年の夏の終わりにカプアが陥落したがカルタゴ艦隊はシチリアからタレントムに移動しタレントム要塞に物資を運び入れるローマ艦隊を阻止しようとした。しかし封鎖が長引くとローマ側だけでなくカルタゴ側の物資も不足し始めた。貯蓄されている穀物はタラントム市民だけでなく 艦隊上引用としても不足していた。このため、カルタゴ艦隊が封鎖を解いて、タレントムを離れると、市民は、その到着時と同様に喜んだ。紀元前210年、ローマ元老院は、タレントムのことを忘れてはおらず、マルクス・オグリニーストップ・プブリウス・アクイリウス・ガイトルリアに、派遣され、タレントムに運ぶための大量の穀物を買い入れ、数千のローマ兵とそれと同数の、 同盟国軍兵士が穀物と共にタレントムの要塞に派遣された。紀元前209年にはクイントスフルーユス・フラックスとクイントス・ファビウス・マクシムスが執政官に選出された。ファビウスはローマの軍人としては唯一ファンニバルに対抗できていたが60歳になって5回目の執政官就任であった。フラックスがイルピニア・トルカニアで カルタゴの同盟都市と戦っている間、ファビウスはタレントム奪還のための軍を組織していた。南イタリアの他の地域で陽動攻撃を行い、タレントムからカルタゴ軍を引き離す計画であった。このため、ファビウスは前年の執政官であるマルクス・クラウディウス・マルケルスに8000の傭兵部隊を率いて、ウルティウムで軍事行動を起こさせマンデュリアを奪取した。 これにより、タレントムとブリンディジの連絡が確保された。ポリビオスによると、シチリア海峡を越えたレギオンからタレントムまでの距離は1000スタディオン以上あったが、その間にタレントム以外の港は一つもなかった。このため、海岸沿いに航行するシチリア、またはギリシャからの船はタラントムに寄港せざるを得ず、イタリアのこの地域の貿易、商業の中心地として栄えていた。また、 ポリビオースはアドリア海側の港と比較しても良好であったとしている。この戦略的重要性のためファビウスはタレントムの奪回を計画した。マルケルスと戦うためにハンニバルはカルタゴ軍を率いて出撃しカヌシウムで撃突した。他方ファビウスはタレントムを海陸から攻撃するための準備を行っていた。この時 タレントムの防衛に従事していたブルジオ・フィルメノの、率いる、傭兵隊と接触する機会があったが、彼らは、ローマ側に着くことを密かに決定していた。なお、プルタルコスによると、裏切ったのは司令官のカルタロであるとされている。ローマ軍がタレントムを包囲しているとき、カルタゴ海軍のボミルカルが艦隊を率いて、封鎖突破を試みた。 しかし、封鎖は厳重であり、自軍の食料も不足したためタレントムを離れざるを得なかった。包囲開始6日後に、ローマ軍の総攻撃が実施された。ローマ軍は2箇所から攻撃を行った。市の北西から、陽動攻撃を行い、主力は、フィリメノの兵士が守る城壁の東側から攻撃を行った。その部分の城壁と城門を制圧し、ローマ軍は、 市内に突入した。戦闘は短時間で終わり、カルタゴ軍の司令官であったカルタロも戦死した。その後市内の略奪が行われた。ハンニバルはローマ軍の攻撃を警戒しており、軍を率いてタレントムに戻った。しかしすでに町は陥落しており、ローマ兵が守備についていた。ハンニバルはメタポントムに撤退した。カルタゴ軍兵士は全員が殺された。 ローマ兵は一部の傭兵がローマに加担したことを知らず、ローマに降伏した傭兵もまた殺された。続いて、タレントムが保有していた艦船がすべて沈められた。その後ファビウスは、ローマに戻り、外旋式を実施する栄誉を受けた。タレントムはその後も、自治都市として存続したが、市民のほとんどが奴隷として売られた。ローマは、多くの戦利品を得、カルタゴは、 アプリアの実質的な支配権を失った。ありがとうございます。